半日の集団催眠に陥っている国民を嘆く韓国人が。韓国と日本は互いにいい貿易パートナーだが、日本の通商報復のため貿易規模は縮小し続けている。貿易戦争に拡散した強制徴用問題は未だ出口を見出せずにいる。日本旅行キャンセルと日本商品不買運動の被害はそのまま韓国の労働者に返ってくるが、事情は変わらずにいる。親日に対する韓国社会の非難と罵倒は構造的だ。学生たちは徹底して反日教育を受け、国民は簡単に反日感情に埋没してしまう。こうして根付いた反日感情は健全ではなく、その弊害は深刻だ。それは正常な両国の交流を妨害し、建設的な国家関係の成立を妨げる。日本は WTO 事務局長選挙戦でユ・ミョンヒ通商交渉本部長を支持しなかった。韓日米共助が堅固だったならば、ユ本部長が決選投票でこのように惨敗したりはしなかっただろう。こうした外交的失敗は結局国民の反日感情に便乗した政界の誤ったやり方のためだ。韓国社会は反日フレームという集団催眠に陥ったままだ。これを直さなければ合理的な韓日関係の確立ははるか遠い。近く発足するバイデン政権は韓日米共助と協力を望むが、反日フレームが続けば協力の可能性は希薄になる。2015年の慰安婦合意で当時のバイデン副大統領が韓日両国の水面下でした役割はよく知られている。これからは国益に向けても時代錯誤的な反日フレームは捨てるべきだ。もう韓国は日本の現実的な謝罪を受け入れる必要がある。政権が変わるたびに日本に謝罪を要求するのは国際社会の常識ではない。政治家が殿下の宝刀のように取り出す反日フレームにこれ以上巻き込まれないようにしよう。国益を考慮しない政治家の即興的な主張は注目する必要もない。冷酷な国際社会で国益を最大化できる外交以上に切実なものはない。以上はイチャンウィ、ソウル市立大学法学専門大学院教授の論旨だ。日本で出会う韓国の若者の多くは民族の違いを感じることなく流暢な日本語で親愛を示す。だが、朝鮮半島分断直後からの歴史を描く作家として名高いチョ・ジョンでは、日本留学すると無条件で親日派になる。民族反逆者になるとし、親日派が歴史を変えようとする行為を積極的に批判していく姿勢だ。始末に追えない。ムン・ジェイン政権の韓国では親日行為禁止法違反で逮捕されるのだろう。反日をしてないと国益以前に惨めな民族と祖国になるとびくついているなら哀れだ。自由世界共通の世界観を教育し直せば30年くらいで国民意識はだいぶん解明されると思う。お聞きいただき感謝申し上げます。